関西弁映ったよ、吉田さん、聞いてらっしゃいます？はい。いや、何年言ったらわかるんですか？下げてって。いえ、そう言われましても。いや、いいんです。下げてもらえれば、下げなあかんです。壊れちまいますよ。早く。そない言うても。え、なんて？できんもんはできへんて。吉田は、映ったや。もう許すわ。これね、実話なんですけどね、電話の向こうが関西弁の方で、まあね、なんかね、うまくいかなかったんですけども、私がもう途中ですね、電話の途中でもう関西弁映っちゃったんですね。したら向こうが笑い出して、もうそれで円満解決したって話です。山岡屋千歳店さんでした。朝ラーメン。